ライオンは、イギリス海軍の巡洋戦艦。ライオン級。1九百九年十一月二十五日寄港。1九百十年八月六日浸水。九百十二年六月四日収益。ユトランド沖海戦で、ドイツ巡洋戦艦の砲弾を受けて炎上する巡洋戦艦ライオン第一次世界大戦でライオンは九百十四年八月二十八日のヘルゴラントバイト海戦。 1915年1月24日のドッカーバンク海戦。1916年5月31日のユトランド沖海戦に参加した。デビット BT 提督の機関として参加したドッカーバンク海戦では、ライオンはドイツ巡洋戦艦ザイドリッツに命中弾を与えた。だが、ライオンも巡洋戦艦でアフリンガーからの攻撃で被弾し、落語した。 ユトランド沖海戦では、ドイツ巡洋戦艦、リッツ王の12インチ砲弾が、ライオンの旧砲塔に命中した。だが、砲塔の指揮官、フランシス・ハーベーが弾薬庫の扉を閉めることと、弾薬庫への注水を命じたため、誘爆は避けられた。修理後は1917年の第二次ヘルゴランと、バイト海戦に参加した以外、北海に係留されたまま終戦を迎え、 1922年に退役。記念館として保存を訴える声も上がったものの、ワシントン海軍軍縮条約の規定により1924年に売却され解体された。ありがとうございます。